俳優の山崎賢人が主演するフジテレビ系ドラマ、ウッドドクター、7月12日スタート。毎週木曜22時チルダ、初回15分拡大のポスタービジュアルが17日、公開された。左から、上野樹里、山崎賢人、藤木直人イコール、ウッドドクター、ポスタービジュアル、フジテレビ提供、同作は、山崎演じる自閉症。スペクトラム騒がいでコミュニケーション能力に騒がいを抱える一方、驚異的な記憶力を持つサヴァン症候群の青年、新藤湊が主人公。レジデント、研修医。として小児外科の世界に飛び込み、周りからの偏見や反発にさらされながら成長していく。今回のポスター制作は、フジ系ドラマとしては異例の早さである今年2月からプランニングが始動。クリエイティブディレクションを田中ことぶき氏、アートディレクションを今井雄介。市という国内外で数々の広告賞を受賞しているクリエイターが担当した。プロデューサーの藤野亮太氏とは、恋仲、好きな人がいること、刑事歪みに続いて4作目のタッグだ。ポスタービジュアルは、メインキャストの山崎、上野樹里、藤木直人が一見カメラ目線。のようだが、実はベッドで寝ている患者の子供が見ている瞬間を切り取ったもの。この構図を作り上げるためだけに、撮影当日は朝から3時間以上もかけて入念なカメラアングルのテストが行われたという。山崎らの笑顔にもこだわっており、何度も撮影を重ねて最高の笑顔を収録。ドラマの世界観を凝縮した、すべての子供が、大人になれますように。というキャッチコピーが刻まれ、18日から都内で掲出がスタートする。クリエイティブディレクターの田中氏は、子供たちから見たドクター。ドクターの子供たちへ対する思い。一見複雑に見えるテーマですが、意外とシンプルなのではないか。そんな思いをビジュアルに込めました。アートディレクターの今井氏は、白い世界で、色を意識して制作しました。子供の手に描かれたカエル、部屋の奥に見える宇宙の絵など、小児外科医には、ここに移りに切らない子供への思いやりという色が溢れています、と紹介。富士のプロデューサーは、小児外科医の子供を包む温かさ、ぬくもりが絵から伝わることを意識しながら制作しました。ちなみに子供の手に貼られているカエルの絵には、病気を治してすぐ帰れるように、と言い、不祥に外科医たちの願いが込められている、という裏設定があります、と明かしている。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。